あれからどれくらいの時が経ったのか、もう一度光が見たい。するんだ。自分のやっていることが分かっているのか。誰お前。スメラギ大地、二宮高雄、お前を倒して日本一のブレーダーになる男だ。こいつを返して欲しかったらオイラと勝負しろ。欲しかったらそいつくれてやるよ。え、だからおとなしく山へ帰んな。なに、オイラをバカにしてんのか。バカになんかしてねえさ。ただベイバトルは山猿とはしたことがないんでな。なるほど。いい腕してるじゃねえか。山でクマと練習でもしてきたか。うるせえ。勝負だ。いいぜ、受けてやる。木の宮くん、これは正式の試合とは認められないので。分かってるって。なんか妙な展開になってきたんじゃない。高尾、そんなやつ簡単にやっつけちゃいなよ。いや、侮れる相手じゃないぞ。さっきの一撃を見ただろ。荒削りだがパワーは相当なものだ。行くぞ、来い。で、かつてこの鬼石島には黄金を身にまとい輝く宮殿に住まい、数々の伝説を
を残した偉大な王がいた。だが数万年の時が流れ、その伝説も今は忘れ去られ、廃墟だけが寂しい空王の帰りを待っているのじゃ。ロマンじゃの。ヘビを放しなさいよ。うるさい。こら、遺跡の中を走り回るな。ヘビを放してやれ。こんなところで漫画を読むな。弁当を食うのはまだ早い。歴史というものは壮大な時間をかけて作られた人間の知恵の産物なのじゃ。ロマンじゃの。てめえ、逃げてばかりいねえで戦え。ちょっと来て。なんだ、今度は何をやらかしたんだ。早く早く。どうした。壁に何か書いてあるの。書いてある。古代文字じゃん。古代文字？災難を招き災いを倒す。これは先生。災難を招き災いをもたらす黒き魂、青き魂を持ってこの地に眠れり、いつの世か黒き魂よみがえり、災い再び訪れるなり。再び青き魂現れ、黒き魂と戦うなり。そうか、そうじゃったのか。ここが、ここが数万年前かの伝説の王が悪霊を封印した場所じゃったのか。木の宮高尾も大したことねえな。なに、なんて力だ。だが力任せの山猿に好き勝手されてたまるか。いけドラゴン。その程度の力か。力だけで勝てるほどレイバトルは甘かねえんだよ。何？どこだ？どこに行った？あっち。Oh!
しっかりしろ。我らの積年の恨み、ついに晴らす時が来た。奴らに我らが受けた地獄の苦しみを味合わせてやる。ま、お前もよくやったよ。でもまだまだ俺の敵じゃねえな。勝負はまだついてねえ。もう一回だ。はあ、自信だ。自信がなきゃオイラが勝手だ。そういうの悪あがきって言うんだ。さっさと荷物まとめて山に帰れ。もう一回だ。勝手に言ってな。話になんねえ。待て、木の宮。ほら、いい加減にしなさい。島からなり、古代遺跡のある鬼石島をはじめ、奇岩、奇跡の産出が多いことから、この名前がついたことがあります。そうですね。日本の中で、この近くだ。あれが鬼石島ですね。石島諸島の中では一番小さい島で、人も住んでいません。古代の遺跡しかない島だそうです。カイも一緒に来ればよかったのにね。仕方ないさ、あいつは一人の方が性に合ってるんだろう。でも恵子先生の実家がこんないいところにあったなんて。お、教授、あの時山猿のベイが光ったろ。あれ何だったんだ。山猿？スメラギ大地とかいう少年のベイですね。私もびっくりしました。とっさのことだったのでパソコンを起動できなかったんですが。まさか聖獣じゃ。私もそう思ったんですが、その後聖獣が出た気配は感じられませんでしたから。違うと思いますけど。だよな。うん、ヤマザルに聖獣全然似合ってねえもんな。ね、ほんなこつとかんこはおしゃれやね。小学生のうちからそうが髪ば染めてから。いや、これはまたあんたはそげ変わった格好ばして原宿あたりじゃそういうとが流行っとるとね。それはおいら、メガネばこげんとこ乗せてあんたの目はどこにあるとね。ほっといてください。そうやけどよう来たね。こがんとこやけど空気だけはよかとこやけん。バンバン吸ってくれるね。バンバン空気はいくら吸ってもただやけんね。気持ち悪いわね。見つけたぞ。ああ、もっと左、左、いいえ、満腹。
っちじゃねえ。ここか。バカ、違うってば。ニノミ、どうせよ。違うって言ってんだろ。こら。山猿、スメラギ大地だ。あんた、こんなところまで追いかけてきたの？木の宮隆を現れるところ、必ず大地様ありだ。さあ勝負だ、木の宮。寝ぼけたこと言ってんじゃねえ。お前との勝負はとっくについてるだろう。あれは自信が悪いんだ。まだ勝負はついちゃいねえ。何が自信だ。負けを負けと認められねえようなやつは本物のブレーダーじゃねえぞ。てめえ、もう許さねえ。勝手にやってな。あ、待て。スメラギ大地だ。手出してみな。あ、ほら、それやるからおとなしく帰れ。てめえ、どこ行った。木の宮、消えやがった。木の宮、こうなるんだ。ここはどこだ。あら、目覚めたんか。朝ごはんの支度ができとるよ。木の宮、勝負だ。何がおかしい。だって君、墓地で高尾の顔を見て目を回したんだって。だる、見かけによらねってのはこのことだぜ。出直してくる。あら、食べていかないよ。おかわり。あんたたち、そんなことで腹
張り合うことないでしょ。おかわり。昨夜も隣の島で地震があったようです。どうなってるのかしら。不安だわ。お前、朝飯食ったら出てくんじゃなかったのか。いちいち現れるのがめんどくさいからずっと張り付いてることにした。ことにしたって、そんなこと勝手に決めんな。だったら勝負しろ。やらねえったらやらねえんだよ。ねえ、追わないの。あ、上がってくるまで待つ。そっか、泳げないのね、あなた。おいらが勝ったじゃねえ。そう、山猿だもんな。てめえ悔しかったら追ってこい。ねえ、ねえ、聞いていい？なんでそんなに高尾のことを追い回すの？日の宮を倒して日本一のブレーダーになるためだ。それは何度も聞いたわ。だからなんでそんなに日本一にこだわるの？これがオイラのガイアドラグン。ガイアドラグン。これは父ちゃんの形見なんだ。形見って、じゃあ。ああ、もう2年になるかな。あっちの作業も終わったようだな。ここらで飯にするか。うん。だからオイラ絶対木の宮高尾を倒して日本一になるんだ。それが父ちゃんとの約束なんだ。そう。高尾。なんだいきなり。よし、いいだろう。相手になってやるぜ。よし。何？どうしたのよ高尾、急に。スメラギ大地、思いっきりかかってこい。ああ、言われなくたってぶちのめしてやる。できるか？俺を倒して日本一になれるか？なってやろう。よし、このボートの中がバトルスタジアムだ。行くぞ。おう、ゴーキュー。負けるな。いいぞ、行け。あれ、なんかおかしいよ、あのボート。あの二人バトルしています。え、なんて無茶なこと。ひろみ、どいてろ。海の中へ叩き落としてやる。やめるもんならやってみろ。行け、ガイアドラグーン。おい、隣の富石島でまた地震だとよ。なんかのたたみじゃねえか。
たぞ。大地、お前聖獣を使うのか。聖獣、何のことだ。またあの光です。聖獣か。お前のベイのその光は何だ。知るか。俺だってこんなの初めてだ。だってしつこい。うわあそこだ。はい。はあ、誰だお前は。行くぜ。何しやがる。こいつの相手は俺がする。何、挨拶なしに人のボートに乗り込んできて勝手なことをほざくな。ガイアドラグーンを出せ。コウリュウを出せ。コウリュウ、こいつは。わかりません。一体何者なんでしょうか。行け行け行け。やめろ。出ろ、こういう。オイラのせいから。こういう成獣よね、あれ。何者だ。オイラのガイアドラグーンに何したんだ。よし、行くぞ。あ、おい待て。大地をどこへ連れて行くんだ。エネルギー体は聖獣と極めてよく似たものであることが分かりました。要するに聖獣っていうことでしょ。それがそうだとは言い切れないんです。じゃあ違うんじゃないか。でも違うとも言えないんです。なんだよそれ。ですから聖獣ではあるけれど、まだ完全体ではないということです。完全体じゃない。そうです。何を。聖獣としてはまだ未完成なのです。未完成の聖獣。それでこれを見てください。これはその未完成の聖獣から出ていた波動です。これを最近この地方で起きている地震の波長に合わせるとですね。重なったぞ。どういうこと。つまり震源地不明の謎の地震は奴らの仕業かもしれないということです。なんですって。
ください。出ました、こいつらだ。少なくともあいつら大中、いや大地のベイ、ガイアドラグーンから出てくる聖獣氷を探してたことは確かだぜ。どうしてそんなことがわかる？仲間の一人が言ってた。ついに氷を見つけたな。これを見てください。いいですか、拡大しますよ。何これ、何かの紋章のようですが。あら、それ鬼石島の遺跡の紋章ね。え、鬼石島？先生、今すぐそこへ、そこへ案内してくれ。案内って今からじゃ。いいから早く早く。ちょっと木の宮くん、私も行く。待ってください。天海先生、私の小学校の時の先生だね。その先生がいつも私たち生徒に話してくれたの、鬼石島の遺跡のことをね。その時写真でいつも紋章を見せてもらったわ。鬼石島の遺跡には壮大なロマンが眠っているんじゃなんてね。大地、待ってろよ、必ずお前を助けてやるからな。とうとう来たのね。この時をどれほど待ち焦がれていたことか。今こそ我らは完全な形として蘇ることができる。そして我らを闇に封じ込めた者に復讐をする時が来たのだ。Thank you.
ステージを操る者の一人か。そうかそうか、これは好都合。なんだ？お前を今ここで我らの代わりに封印してやる。封印？我らはかくも長きにわたって苦しませ続けた暗黒の地獄を味わわせてやる。光も音もない絶対の孤独をな。うぜえ、わけのわかんねえこと言ってんじゃねえ。行け、セイリ一度封印されてしまったあの青い竜はもう二度と外には出られん。じゃあ高尾は、高尾はどうなるの？わしにもわからん。何十年後、いや何百年後か、あるいは何千年後かにはもしかしたら。そんな。青龍、ごめんな、俺のせいでこんなことに。青龍、もはや我らの恐れるものは何もない。この地上界は我が手にある。まさか聖獣が。聖竜、覚えてるか？今まで一緒に戦ってきたバトルのことをさ。もちろん俺は覚えてる、一つ残らずな。スカッと気分よく戦った時も、負けちまって悔しくて泣きたかった時も、今思えばいつだってお前がそばにいてくれた。本当言うと、俺の言う通りに出てきてくれねえで腹を立てたこともあったけど、だけどもう心配すんな。今度は俺がお前を助けてやる番だ。必ず必ずお前を助けるからな。青龍、待ってろよ。今までお前がいてくれたから頑張れたんだ。これからだって俺は
け、お前とずっと一緒だ。負けるか、負けるもんか。諦めるな、諦めるな、タカオ。今喋ったのはお前か、セイリュウ。正体を見せたらどうだ。そうだ、
成獣を出すなら正々堂々と戦え。よかろう。ならば見せてやる。完全復活を遂げた我らの姿をな。行くぞダークドラッセル。その通りだ。我々は死生獣なのだ。貴様たちの霊に宿る死生獣と一心同体のな。そんなことが。遥か遠い昔、我らは一つの存在だった。光と闇を合わせ持った死生獣として人々を守り外敵と戦ってきた。だがある時、人間は破壊と争いを恐れ、死生獣の光の部分のみと手を結び、我らを闇の死生獣と称して暗い地の底へと封印したのだ。我らには我らを地の底へ封じた光の死生獣への憎しみだけが募った。そしてついに封印を解かれる日が訪れたのだ。だがまだ完全な復活を遂げたわけではなかった。我々は単なるエネルギー体に過ぎなかった。死生獣としての体を取り戻すにはさらに強力な伝説上のパワーが必要だった。それが第五の聖獣、黄色き竜の力だった。行けダイヤドラム。交流。ふざけるな。お前たちが死生獣と一心同体だったなんて俺は認めない。笑わせるな。貴様らに何がわかる。長い間地獄の苦しみを味わった我らの思いが。行くぜドラグーン。ドライダードラッシュゴーシュン。これが俺たちの死生獣だ。行くぜ。その程度か。だと？そんな攻撃で私たちに勝てるとでも思っているのか。これが闇の死生獣の力だ。行けドランザー。待てみんな。負けると分かっているのに愚かな。何？そいつのとどめは俺が刺す。大地行け。お前が倒したがっていた木の宮高雄だよ。
木の宮高尾、思い出せよ俺とのあの熱いバトルを。バトル、うわダイアドラグーンの動きが鈍くなりました。気がついたか大地。を利用しやがったくせに、それがお前らのやり方か。所詮ブレーダーなど聖獣の一部に過ぎ。違う、聖獣とブレーダーはそんなもんじゃない。俺と聖竜は心を通い合わすことができる。聖獣とブレーダーが一つになるから強くなれる。だからこうして封印を突破して出てこられたんだ。なるほど、ならば我らの運命受けてみよう。いけー、セイル。ダガオ、オイラも戦うぜ。ダイアドラグー、交流出ろ。そんな、うっせ、ダッシュ、交流、大地、交流。それが出てこないんだ。どうして？わかんねえ。さっきまでは光ってたのに。高尾、どうすれ出せるんだよ。俺が知るか。そう、負けるか。貴様の聖竜だけでこの闇聖竜と白虎を倒せるとでも思っているのか。当たり前だ。まだまだ負けねえぞ。もうよい聖竜。貴様はもう十分に戦った。我が闇の支配するこちらの世界へ。聖竜と闇の聖竜、今こそ我々は一つになるのだ。そしてその持てる力でこの世を支配し、我らが世界を作り上げるのだ。さあ来るのだ聖竜。ふざけんな。俺はお前らを死聖獣だとは認めない。姿形が少しばっか似てるからって思いまでが同じとは限らねえんだよ。そうか、なら死ね。勝負だ。なぜだ、なんで高尾みたいに聖獣を出せないんだ。落ち着け大地。光竜と心を一つにするんだ。心を一つに。そうだ、光竜に語りかけるんだ。お前ならできる。心を一つに。聞こえるか、光竜。オイラの声が。もし聞こえたら答えてくれ。頼む、光竜。光竜、頼むぜ、ダイアドラグー。光竜。わあ、ダイアドラグーンが。氷、大地が自力で氷を。氷ね、
霊大地。眠りにつくのじゃ、闇の死生獣。本当にこれで闇の死生獣を封印できたのかな、天外先生。もう再び現れることはあるまい。誰かがこの封印を解かん限りはな。どうよ、言ってるそこから。嫌よ、また出てきちゃ嫌だから。先生、早く出して。
局あれでよかったのかもしれないね。闇のステージューか。俺たちのステージューの一部だったと思うと不思議な気分だな。はーい。大地お母さん。どがんしてもこの子が木の宮隆夫に話はあるって言ってきたっけ。そう、まだ勝負がついてねえからな。隆夫、勝負だ。まだそんなことを。今度は対等だからな。大切なもの